車チョコバックステップで早くて、そんな感じでもなかったんやけどな、操作的に普通に2発バンバンって撃ててしまった偶然。カーブの盾行くか。劇場前広場な。よし、行きます。いい人で行きます。3時ぐらいには終わんのかな。掴まれてたんか。サブクエあるか。気流編になるともう今度は隔離エリアが広すぎてないな。劇場前行くか。睡眠不足はハゲるか。まあでも俺がハゲてもみんなには関係ないから。よし、よいしょ。おったおった。よう素手で来たな。今すぐ助ける、大丈夫です。無茶しやがって。ハハハ、いやいや、やめとけって。いや、きついって。ハハハ、おとりってこと。立派やな、あいつ。あんな変な服着てんのに。俺もう始まってすぐにもうタンクローリーやったっけ、あの乗り物撃ったらしまいやわーって思ってたのに。大丈夫。引き離せば意外と楽な法則。ベシベシ聞こえる。よりによってカムロの盾のメンバーが捕まってる。お前は一般人よりは頑張れよ。
あ、なんか敵あんまおらへんで。なんや。怖っ。マジックやん、もう。スーツからそれ出すの。あー、ヒートス、なんでこっち向いてんの。自分が吹っ飛んで、でもいやーほんまにな、このよし、殴られて、頭手前のうつ伏せダウンになったら、起き上がった時手前向いてるから、もともと向いてた方の逆向きながら起き上がることになるっていう。それよくないよな。赤石助けにもう一回って感じかな。え、何？お前髪の毛どうなってんの？赤石のゾンビと戦うとかやったら絶対嫌やで。ああ、赤石のことが、最後な。中か。よいしょ。尻が痛くなってきた。あーどうやろ、これちゃうかもしれんな。街中歩き回っとったら電話がかかってくるとかかな。
それを待ってからのパターンかやったかもしれんな。ミッション状況には何も書いてないね。赤いし無事やったらええけどって。ちょっと歩き、ちょっと歩き終わってみようか。あ、長谷川ミッションもあったな。長谷川のとこ行ってみようか。そんなこと言うてたわ。セーブしよう、セーブ。うん、よし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 。で、長谷川に会いに行こうと思ってアルプス行ったら、普通に赤石が紅茶飲んどって。帰ってきとったんかい。よかったよかった。15個目のサブストーリー終わり。うん。どうやったら長谷川ミッションって、できるんやろ。恥ずかしいやつめ。やっぱまだなんじゃない。来てるよな。あ、あ、あれ15000。あ、は、え、長谷川に出会ってから15000じゃないとあかんってことなんかな。これなんやねん。トクムは全部クリアしてるやろ。チューチューチューって何。ラブインハート一番星。あ、こんなん解放してないとこあったんやな。もうちょっと続くんやな。そうやったんか。うん。しゃあない。クリア後に追加される指令以外の全指令をクリア。クリア後に追加される指令がどれかが分からんけど、とりあえず一番星とラブインハートは解放しようか。電話かかってきてくれたらもうパパッと隔離エリア入れんのにな。ああ、金取られるわ。ありがとうございました。腹立つなこいつ。空間美味しさはいけとったとしても、人の声が鳴ってないわ。
電話かかってけえへんな。ラス1で結構粘る感じかこいつ。まあ長谷川ミッションっていうのがあるから、まあラス2か実質。電話かかってくるパターンじゃないか。なさそう。隔離エリアか、行くか。あくびが止まらんようになってきたな。どうやろうね、眠いっていう感じが、まあ、ね、全く眠くないかというと、言うとそんなことないんやけど。めちゃめちゃ眠たいわけでもない。大丈夫です、問題ないです。あ、ちょっと待って、一番星とラブインハートでどこや。あー完璧や。よし、すぐ後ろに急に。いった。え、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、ないの。俺まだ何もしないやん。接触したか。接触しただけであかんのかな。赤いし飯食ってんかな。いや、ラーメン食いたなるわ。深夜2時過ぎてからの龍が如くのその飯屋はやばいわ。やっぱり配信ってしてるとなかなか扉開けたり窓開けたりとかできない。
あれどこや、ここか。おお、おった。この至近距離で2発もかわす。あっ、ラブインハート、マッサージ屋ちゃん。てなくない？行こう。なんやね、こういうことがないとやっぱちょっと癒しが。癒しがやっぱ…なんや？癒しがいるよ。ハイグレードマッサージコースでお願いします。しゃ、行こう。赤い書欄かな。横に座ってないかな。行こうか。セラピストのこれ誰やったっけな。いや、もう今しかないと思って。もう小森じゃ、しかしすんげえ体だね。こういうの好きな子もまあいるよね。まあ私は太マッチョ苦手だけどね。なんやこれ、なんや、いや、うわ、全然おったなよいしょっと、おったなぁ、マジで靴履いてる足でか。うわ、全然しっくりこない。なんやねん、こんぐらいでいい？よう似てるけど。あれ、ここひょっとしてツボ？いやー、ほんと好きだね。なんで、なんでこんなことなったんや。ダメだこりゃ。いや、それなんか体熱くない？体調悪いのに、なんでマッサージ来るかな。やっと体調悪いのになんでマッサージ来るか。あっぷないぞ、あっぷないぞ。ダメだこりゃ。こいつほんま腹立つ。しょうがないな。
じゃあブスッと行きますか。嘘嘘、軽いギャグだから。なんやこれは。はあ、怒らなくてもいいじゃん。どっから喜べる。うわー、やった。マジでもういいかな。よし、ちょっと見えん、何も。ここは一番歩くのがめんどくさいとこ。こんなとこに赤石おらんやろ。よしよしよし、これ飛び降りれる。よいしょ。なんか道が全然わからんけど、あーだー、ちょっと待て、入れる建物はちょっと遠い。逃げ、あー、くそ、このいや、俺は逃げ切ってみせる。よいしょ。いらっしゃいませ。一番高いやつくれ。30分ぐらい進展がない。ヒントないんやもんね。トイレ休憩を取るふりして、攻略サイトでも見に行こうかなと今思ってるんですけど、あと長谷川ミッションのそのクリア後に出てくる以外のシレを全部やってたらっていうのは、15000体撃破はやらんでもいけるんかな。それ教えてもらっていいですか。赤い石はやっぱ外で連絡待ちなんか。
1万5000いるんや。そうか、1万5000いるか。そうか、指令でやる方が楽そうやな。違うんよ、1万5000超えてると思ったけど、どうやら長谷川に出会ってから1万5000っぽい。あ、まだちょっと足りひん。俺もよっしゃ超えたと思ったのに。武器ごと1500とかはもう全部やってる。あとはセイバーやな、相棒が捕まってるのを助けるってやつ。それをやるのしんどいんよな正直。捕まってもらわなあかんしな。そうそう、武器ごとがあって、ヘッドショット100連続がもう、鬼のようにめんどくさかったけど、なんとかそれもやって。それはもう長谷川をもうどうこうしてやろうというその一心。これな、これ一回もやねんな。敵がうじゃうじゃ出てくるとこ、あーどうしよっかな、これ困るな。でももう今日全部やってしまいたいしな。とりあえず電話かかってきてくれたらええのにな。場所かな、こんなとこで初めての話題見た。なのか場所なのか、お前がもっと心配した方がええんちゃうんかこいつ。くそ、赤い石は、おお来た、赤い石の電話を待つって聞いた。よっしゃ、よう生きとったな。もっと早くかけてこい、こら。おお。おい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 。よし。
場前から。これ味方連れてったらあかんのかな。連れて行ってよかったな。やっぱり、あ、リッチだけど、やはー、くそ、あはあ、これ何、あ、でもな、あ、あれ何これ、よいしょ、もしかして起き上がる瞬間にも、起き上がった瞬間に弾打って、自滅ダメージで吹っ飛んどけば、逆にほとんどダメージを食らわずにしのぐことができるという説。めっちゃ減ってるよ、はあ、ミスった。おじゃい、あれ行き過ぎてる、行き過ぎてしまった。いや疲れたよ、疲れた。南かな。でもこっちまで来たらもう道、通りの名前が違うもんな。あ、もうちょっと逆にもっとこっち寄りってことかな。くそ、わからん。劇場前から太平洋。え？くっそ。ほっとこ。
ほんまや疲れ癒せる思ったらほんま小森純が変顔見せてきてほんま。マジかあれ。どこや。劇場前からくそそのルート行ったやろ。どこやなあと。痛い。違うはずやしな。あ、こっちってことか。あ、なるほど。そういうことか。勝手になんか思い込んでた。そんな出口までのルートを行き過ぎるわけがないと思ってた。うわーでもここも開いてないな。よいしょ。あ、めっちゃ起きてる。衝撃やば。戦闘はもう何にもしんどいことないんやけど、よほどのことがない限りは。あれ？くっそ、どこやねん。弾は置いてある場所は何箇所かあるから、そっから拾うだけで大丈夫。
もっと劇場近くってことか。この辺で倒れとったりとかせんの。見る。あー倒れとる。はあ、分かりにくい。でもこの状況でどうするっていう桐生さんよ。とりあえず生きとるな。うおお処理落ち。うわ、こんな時にリロードせなあかんとは。くっそ。ああ、まだリロード終わってなかった。マジか。戦車撃てる？ほら。ああ潰された。なんじゃこれ。ああもう、うわこっち行けへんのかいな。敵の方向見たらあかんってもうおかしないよ、ほんま。敵の方向に視点を回してる。余裕がない。密着で当てていく。とりあえず岩だるまおらんようになったらもうええねんけど。赤か。この状況はまず。よし、あとはこれでいった。いや死ぬ。はあ、なんかその一生懸命敵の攻撃とか避けて戦おうという気すら起こらへん。ほうほう。まだか。そんなやってるか。
いた。赤いし、マジで素手できたん。松、松屋行けへん。松屋行けへんのか。ああ、あー、開始普通にこう、車線の前に立ってリラックスした姿勢を取るっていう。あ、いった。何してんだ赤石。お前が押さえとけよ。はい、よーし。時間かかったな、こいつのためだけに。トイレ行かんで平気です。ああ、よかったよかった。すごいなこいつ。もともとあんな、あそこまでえぐい敵おらんかったのに、余計に引きつけて逃げてたよね赤石くん。遠くの方の関係ない奴らまで多分連れてきとったよな。ありがとうございました。はい、腹立つ声。どういたしまして。よいしょ、館行こう。館ほら、よこせや。なんや、全キャラ達成のやつは何や。お、ピンポイント爆撃。弾撃つだけで金が増えるってことかな。そんな感じやな。なくしたらまだくれるっていう優しさな。でも、ああ、でも金なんかいらんしな別に。
とあとは味方が捕まったやつを助けてセイバーっていう、やつを取らなあかんのよな。やりつつ雑魚を倒さなあかんのか。いや、いけるかな。セイバー。多分そんな時間かからんと思うねんけど、セイバー、掴まれてる味方を助けるってやつがどのぐらいやらなあかんか知らんのよな。掴まれるかどうかなんか来るするやつじゃあかんよな。掴んでくれへんもん。ほら倒すもん。あかんな。かわいそうに。いやあかんな、これは。これはあかん。うわー、これはあかん。これは配信できへん。ああなるほど、信頼度が低いやつをね。ちょっと赤石探すとこはさすがにちょっとカットでもしようかな。じゃあ終わりますか。残念ながらちょっと長谷川ミッションまでと思ってましたけど、長谷川ミッションをやるためのその条件解放がちょっとなんぼ時間かかるかわからないんで、いや終わらしときたかったんですけど、じゃあ今日はこの辺にしときます。あよし、録画を再開しました。
おぉ、やったぞ。すべての指令をクリアしたことによって絶対長谷川からの電話出ます。勝手に出た。もしもし。しかもフルボイスかちゃうか。よっしゃよっしゃ、やっと来たよ、やっと来た。もう顔もあんなんやったっけ。もう出れに出れてるはずやから、よっしゃやっとや。んまボケ長谷川こら。お前専用の報酬って、もうお前専用の報酬って、もう女神っていうことですか、うん、僕の。うん、グレードは分かるって、アルプス、アルプスに、うん、ホテル街じゃなくて。よろしく頼むじゃあ。おいおい、もうよっしゃよっしゃ、カリスマリングとかつけていかんで大丈夫かな。よし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 、すべてはこの時のために。このこの気の遠くなる司令どもをこなしてきたのは全てこの時のため。やるぞ長谷川。小森純じゃ満足でけへんでしょ。しゃあ大丈夫か大丈夫か。待ってる、あいつおる。わからん。しゃあ、お待たせ。うん。そりゃそうやろ、お前死ねるか長谷川ミッションやらずして。何しに来たって何しに来たってお前が読んだんやろ。ん？どれや？褒美を用意したって言ったな。報酬か。お前専用の報酬を用意したって言ってたっけ？何か起こるかもしれないな。いや起こるやろそりゃ。10枚くれ。1枚しかないへん。何やどういうことやねん。っていうかどういうことやねん。特別な指令書。あこれ見たらどこどこに来てくださいみたいなことが書いてあって、そこに行ったら直々に、あれ、おいおい、うん、おい、あるやんけ。その前にちょっと話聞いとこ。完璧にお前の指令をこなしてきたこの俺に対して
ああ。うん、まあまあ、謙遜しとくわ。謙遜しとく。なんかないの、他に。そればっかりかな。よくは言われる。うん。なんやねん、もう分かった。特別指令。来いや、おい。どういうやつよ。おう。ついさっきやけど。あ？あ？大丈夫。よし。やっぱり行くの一緒に？いや、マジで来たわ。壁の向こう。隔離エリア。ホテル街も壁の向こうですよ、これは。見るほどどんな格好してんのこいつ。いや、セーブしてない。マジかこれ。俺は不満やねんけど。これ失敗許されへんやつ、マジで。何回もチャレンジできるこれ。アンケートは取らん。マジか。いや、いい。これは俺、ちゃんとやるよ。アダムのナンバーワン。いや、もう俺、来た。俺は不満です。不満や。うん。分かってるやろ、お前も。そんな格好しといてよ。最初っから。いや。そういうことが言いたかったんや、俺は。おう。いや。まあ30年じゃあ俺31年。この程度。こんなに大きめにこの長谷川が見れるのは初めてじゃないですか。
なんやねんお前、斜め下見やがって。恥ずかしがってんか。あ、なんや、なんやねん。うわ、またすぐそらす。うわ、また見てくる。メッセージウィンドウ消せへんのこれ。そう。あ。両親も親戚も。はあ。はあ、そうなんや。代謝を制御する細菌。うん、すごいすごい研究やったんや。はあ、音楽止まった。失踪。あれ5時やった、見えてなかったな。一緒にやっと一緒に暮らしてっていう時に失踪。結構わかったな。ああ、身柄と研究資料を武器に。会社が、でも会社犯人や。武器商人が細菌兵器を。これピーターやな。その細菌兵器が新種の菌の発見によって。タナトス？ほうほう。ほう。いや。じゃあ、うん、そこや。もうその話はもうなんか、まあまあまあそんな感じなんかなで終わるわ。こっからやわ、こっから。何？荷物と一緒に下水道に隠しておいた。それ取ってきた暁にはあるんやろな。他に置いてある荷物も気になるわ。
そんなにくれた。ニコ生の枠があと22分。そんなにくれんの。そんなにくれないやばいとこなんか。なんや、なんや、なんでこんなくれんねん。ここまで狙撃銃の弾いらんな。これがいらんねんけど。よし、ほほほほほ。うわぁ、なんじゃこれ。ああ、自衛官ゾンビや。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。強化するか。こまめにせんとな。おお、何やねんこれ。起きてる。よし。あー、でも泣き女の声で来たんやったら無限かこれ。あ、でも向こうの方で倒したみたい。くっそ、起き上がりよるこいつら。無視や。ああ、くっそ。ああ、リロード。火炎瓶は邪魔やな。火炎瓶のどこ。くそ、ボッケ。ほんま火炎瓶。よし、あいつか。ふざけんなこいつら。あー、52発しかない。ちょっと間違ったかな。正解は花火弾やったかもしれんな。え、なんでこれ進まないの。うわー、これはこれはしんどい。花火ガンって別に一撃必殺じゃないんか。あ、階段ちょっと上がったとこって。ちょっと待って、あの左、左見える、あれ左の行列見える、あれ。マジか、あれ、あれマジか。いや、ちょっと、
ああ、こっちから行ったろ。もうここや。よいしょ。大丈夫。くそ、高低差。高低差があるとオートスナップもしてくる。くっそ、これはあかん、この場所はあかん。それはずるいわ。ここやな。これすげえな。なんじゃこれ。やっとほら、さあボケ。やっとや。もしもし。あ、声。はあ。うん。はあ。こんなとこで。めっちゃチンコ見てるやんこいつ。酒だけじゃ不満やけど。ありがとう。エロいことはい。
ようだな。特別任務2は？特別任務2。おい、夜の特別任務は？長谷川ミッションをクリアした。はあ？調子に乗るなよ。もう何も言うことはない。今までの人生でお前が最高の男だ。調子に乗るなよ。感謝してる。おい、いやねん、ちょっと変わってるやんけ、お前はい、会いに来たったがな。いや、もうなんやねん、こっからかいな。もうびっくりしたわ。びっくりした。ここはあえてのこの、ちょっとしっとさせる感じで、置いてみたいと思います。嘘もっと。そうおい、なんやねんいや、なんやねん。ちゃうなすべきことの前にお前にもなされるべきことがあるやろ。おい、おらん。いや、他ないの？まだなんかないの？おい、かわいいやつよ。褒美くれ、褒美。実際よくやってくれていると思う。ギブスつけてやろうぜ。ギブスつけて。おい、すげえ助かるよとか言ってる。あ、もうお前照れてるやんか。いや、分かった。帰るって言うから、俺が店出ようとした時にこう後ろからこうキュッてこう。帰るで今から。帰るで。
出た途端にメールや、出た途端にメールのパターン。あれ、わかった。ナオミの館に行った時に、あの長谷川のなんかエロいやつがもらえるパターン。まあ、確かにあいつを面と向かってはちょっとまあまあな、難しかったやろうから。キャバクラに行ってみろとか言うてるけど、あれこれ完全にあいつが俺のために用意したやつやから、それを着て実際あのアルプスによるとこ行ったら、いやーないかな。装備。いや。いる。バーカ。解散です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長い戦いではありましたが、セーブしまして。お疲れ様でした。長谷川っていう名前のやつもう嫌いやし、俺俺の86時間50分、お疲れ様でした。ありがとうございました。これにて
龍が如くオープチエンド、ジエンドでございます。ありがとうございました。ボンテージに白衣も嫌いやし、泣きぼくろも嫌いやし、もうありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。おやすみなさい。ありがとうございました。ではまたどこかで、さようなら。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。どうもありがとうございました。おやすみなさい。終わります。